朝倉玲子は、日本の料理研究家、実業家。株式会社、朝倉代表取締役。イタリアで、日本人女性による初めての、自然農法オリーブ農園を所有し、シングルエステートのオリーブオイルを製品化した。1964年9月5日、福島県藍津若松市生まれ。1983年、山秋学園短期大学化成科を卒業。 読売情報開発2年。1986年、田中玲子の自然食のケータリングサービス612で自然食と出会う4年。1990年、千葉県の有機農家と結婚その後離婚。1996年、イタリア南部の有機オリーブ栽培のアグリクリズムで郷土料理や家庭料理とオリーブの栽培を学ぶ。1998年、 カンパニア州ナポリ県ソレント郊外のミシュラン三つ星、リストランテ、ドンアルフォンソ1890で働く。2000年3月、リグリア州、インペリアの ONAOO で、オリーブオイル全般、官能検査法を学ぶ。シングルエステートオリーブオイル専業農家、ジョバンナマッツァケと出会う。5月、オルチョサンニータの販売を開始。2006年2月、 イタリアブルッツォシューペンネに自ら所有するオリーブ農園の在来種ディリットのモノバリエタのムロカオリジナル自然栽培オリーブオイルを朝倉オイルとして製品化した。2007年1月古代小麦の低温乾燥パスタ販売を開始。オリーブオイルの使い方講習と料理教室を開始現在に至る。ありがとうございます。